強くちょっと雨もぱらついてますけど、海がねすごく近くにあって、相馬復興市民市場というところにやってまいりました。いろいろ売ってそうですね。おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いします。店長の常世と申します。武田玲奈と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では店内軽く簡単に紹介させていただきます。こちらは、相馬の魚ですね、すぐ近く200メートルぐらい離れたところに漁港があるんですけれども、はいはい、そこで揚がった魚がこちらに並んでいます、はい、ちょうどイカとかですね、カレー類、これが今旬ですね。タコ、うん、タコもマダコなんかも今が旬になります、はいはい、こういうふうにすごい、はい、マップが、あ、メヒカリも旬なんだ。そうですね、メヒカリっていわきの魚ですよね。いわきのお魚です、はい、美味しい。最近は、はい、お魚をさばけないっていう人が、あ、ずいぶん増えてきています、はい、私もさばけませんそれでね、はい、今毎日ではないんですけれども、はい、日曜日とかを使って、はいはい、お魚さばきサービスっていうのをしてます。第4の日曜日なんですけども、はい、ここでお魚さばきをしてるんですね。実は今日武田さんに魚さばいていただこうと思って用意してるんですけども、なんとなんと、やってみますか。やってみたいです、はい、めちゃくちゃ初めてなんですけど、はい、大丈夫ですかね。大丈夫だと思います。お魚マイスターがきちんと教えてくれます。魚マイスターさんがいるんですね、はい、じゃあ、今日はお魚マイスターの加藤さんいらしてるので、はいはい、お願いします。お願いします。太陽3枚にですか。はい、はい、そうですね。私は鱗をね、はい、落としまして、はい、ここのお店の特徴はですね、はい、本当海から200メートルぐらいしか離れてませんから、はい、めっちゃ近いですね、うん、すぐそこで、はい、水揚げされて、うんうん、で、競りが行われて、もう極端に言えばそのまま持ってきてもらえればっていう風なところですので、これはいらなく、はい、刃物をこうスライドしてくれる、はい、そうするとうまく切れます。ね、すごくいいタイが入ってますね、はい、お客さんに美味しく食べてもらう。今日はアジ、なんといっても基本の魚ですね。そうなんですね、はい、基本の、はい、今日はこの基本のアジを調理します。お、はい、大きいですね、はい、お願いします。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 失礼します。お願いします。それでは、はい、今日はこのアジを使ってアジのなめろうを作っていきたいと思います。おー、アジのなめろう、このぐらい大きいです。骨に当たったら力を入れてグイッとグイッと、はい、切っちゃいますね。はい、はい、手首を使って硬い、そのね、立派な天然魚。あー、うまいですね。うまい、うまい、うまいです。うん、骨の上に刃物が当たるようにして、ゆっくりでいいんで。うまい、うまいです、うまい。おー、あ、上手ですね、うまいです。いきますよ、思いっきり、はい、いきますよ、思いっきり、はい、せーの、よし、そう、そうです、そうです、うまい、綺麗ですね。綺麗ですね、うん、上手でした。本当に僕もびっくりしました。本当ですか。本当に、本当にぜひね、魚屋さんになってもらいたいくらい本当に楽しみです、はい、それでは先ほどの、ねはい、切っていただいた味でなめろうができました。あ、美味しそう。
ったアジと、はい、味噌と、はい、大葉、ネギ、生姜、薬味いっぱい入れて、はい、あの混ぜ込んでいきます、ね、わー絶対美味しいやつじゃないですか、はい、食べてみてください。こんな美味しそうなお料理に変身しちゃって、いただきます。うん、うまめちゃくちゃ美味しいですね。これと一緒にね、うん、お酒があればいいんですけどね。めちゃくちゃ最高です。最高。やっぱり自分がこう初めてさばいたんですけど、そのお魚を初めて食べてより美味しい気がします。底引き船、清少丸のですね、船主の菊池元文さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。武田です。菊池さんがですね、はい、あの下積み時代にあの船の中でまかない飯を作ってらっしゃったんですね、はい、でそれを今あの浜の台所クアセットでもですね、通常のメニューとして食べられるようになってるんですけど、はい、武田さんへ教えていただこうと思って、お願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。これから作るのは実際に本当に船でまかないとして食べてた料理で、だから忙しい時はもう飯をこうかき込まなきゃなんなくて、だからご飯とおかずとかセパレートになってるよりも、こうご飯にこうかき込めるようにこうかかってるっていうものがすげえ多くて、あのメカブとその日あの船で上がった魚をと一緒にあえて、それをご飯にかけてガーッと炊き込む。あー絶対美味しいですね。まずじゃあ、はい、魚の紹介ね。これがヒラメ。ヒラメ、うん、ヒラメはあの震災前は相馬松川浦漁港っていうのが、はい、っていうところが日本一水揚げしてたところで、はい、まあ、名実ともにここのヒラメは日本一です、はい、でこの下がサワラ、はい、サワラ、うん、実は旬っていうのが今が一番美味しい。あ、そうなんですね、うん、春じゃないんですね。春じゃなく、まあ、春も取れるんだけど、今の方が脂が乗って美味しい。美味しい、うん、で次が、ま、はい、マダイ。マダイ、うん、マダイも今が美味しい。へえ。でその下が、マイカ、マイカ、はい、スルメイカね、はい、うん、でこっちがメバチ、マグロとサーモン、はい、と、水ダコ。水ダコも結構この辺じゃ有名で、はい、美味しそうですね。美味しい、柔らかくて美味しいタコです。海の上忙しいから、うんうん、あんまこんな丁寧に、まあそうですよね、うん、船の上ですしね、そうしてる時間ないから、うんうん、だいたいもう1センチ角ぐらいで、はい、もうブツ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 切ってって、もう自分の完成で切ってってもらって全然 OK、うん、ブツ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 、でかい方が映えるな。そうですね、漁師料理っぽいなすごい弾力がすごいですね。そう、取れたてだから取ったばっかりの時は身が硬いね。へえ。これメカブ入れてください、はい、ボールに。どのぐらいですか？全部。全部。うん、美味しそうなメカブ。はい。はい。白だしを入れます。混ぜてください。はい、混ぜます。いいんですか？はい。入れちゃいます。はい、さあ、おお、うん。わあ、美味しそう。おお、贅沢。うわあ、こりゃ贅沢すぎる。はい、今日特別金箔も用意したから。ですかね、はい、はい、これで漁師のまかない丼の
完成。来ました。お待ち遠さまです。わー、美味しそう。はい、ありがとうございます。じゃあどうぞ、はい、食べてください。ありがとうございます。いただきます。めちゃくちゃ豪華ですね。あー、美味しそう。うん、うん、美味しい。これスルスルいけますね。確かにかき込める。お魚美味しい。美味しいでしょう。美味しいです。三河豚とお魚ってあんま一緒に食べたことなかったんですけど、めちゃくちゃ合いますね。今って大体どのぐらい、週どのぐらい漁に出てるんですか？週間に大体3回ぐらい。3回ぐらい、週間に、じゃあ半分、週間の半分ちょっとぐらい、うん、震災後はやっぱり出れなかったじゃないですか。1年3ヶ月は自粛してて、うん、でその間あのモニタリングし魚のデータ取りの放射性物質、うんうんうん、が含んでるか含んでないかのデータ取りを1年3ヶ月、何万検体っていうの、安全性が確認された魚種を規制解除してしてって、で今ではもうほぼほぼ全魚種水揚げできる。今では、はい、その魚のモニタリング以外にもこういう湾内の瓦礫の撤去とかをこういう船を使って引き上げたりして、はい、普段は漁をする船で、船で瓦礫を上げてたっていう。いわき出身なんですけど、いわきにずっといて相馬ってなかなか来る機会がなかったんですけど、今日こうやって来て朝お魚初めてさばいて三枚おろしして、で美味しいお魚を先ほどいただいて、相馬のお魚ってこんな美味しいんだってちょっと感動しました。今日めちゃくちゃ美味しかったです。でしょ、はい、あ、なんか親心だな。俺も子供褒められてるような気分になっちゃう。めちゃくちゃ美味しいって感動して、ちょっとこれは広めないといかんと思いまして、季節によって旬の魚を食べにまた来ようと思います。ぜひ、はい、では漁頑張ってください。はい、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。改めまして武田玲奈と申します。よろしくお願いします。はい、浜の駅松川浦の店長小与田隆と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。去年の10月にですね、あの今のお店がオープンしたんですが、はい、魚を中心にあの置いて、あるお店ですね。で特にあの漁港が200メートルしか離れてませんから、はい、新鮮でですね、はい、安いお魚が並ぶようになっています、はい、で今はあの相馬市民だけではなくて、はい、相馬市民が2割ぐらいかな、お客さんの残り8割は、はい、外から来られてますし、あ、そん、じゃあすごい県外からのお客さんも、はい、そうですね、増えてるんですね、はい、このお店のですね、はい、役割は実は2つあって、はい、1つは風評払拭、未だに少なからず残っています、うん、それを払拭するためには地元の人が、地元のものをたくさん食べることでですね、そうすると外から見てると、あ、地元の人があれだけ食べてるんだから大丈夫じゃんってなりますよね。うん、なので、それを目的として立てています。もう一つの役割がですね、はい、観光目的、たくさん魚買ってくださるし、うん、それから併設された食堂の方でもですね、週末になるとかなり人数並びますから、うん、たくさん食べてくださってるんですね。この授業を知ったきっかけっていうのは何だった？はい、相馬市の方からですね、こういう授業があるよということで、教えていただいたのが、まあ、きっかけで、知るきっかけですね、うん、今回のこの補助授業で、まあ、PR、まあ、広告ですね、オープニングイベントで、こういうことやりますよって、うん、その新聞にあの折り込み広告出したり、それから、ちょうど先月1周年の、あのイベントがあったんですけれども、その時も、1周年イベントやりますよとか、あと
冬ちょうど今やってるところなんですけれども、はい、まあ、お歳暮とかのギフトですね、うんうん、お魚の詰め合わせみたいなギフトをやりますよっていう広告をこう出させていただいたんですね。ものすごい勢いでですね、ゼロから急加速で、だからそれが非常にありがたくて効果がすごい抜群というか、発信したというかですね、お客さんがたくさん来てくださったので。その事業は所さんにとってどういう存在なのかな。復興って言葉はただ復旧じゃなくて、その先こう伸びていかなければいけない、それをするためにですね、最初は杖かもしれないけれども、でもその杖があったおかげでこう立って歩けるようになり、やがて走れるようになりっていう、まあ、その一番最初の杖みたいなですね、役割をしてくださってるんじゃないかなというふうに思っています。もう走り抜けるぐらいの勢いにならなければいけないでしょうし、きっとそのために補助してくださってるはずですから、それをどんどん活かしていただきたいなと思いますね。今後の目標みたいなのはありますか。はい、相馬の魚が昔のようにですね、全国でもその常磐ものとしてね、高く評価をされて、広く皆さんに食べていただけるようになってほしいなと思うんですね。そうすると、今震災前の3割だったのが5割になって、昔のような操業がねできるようになるんじゃないかなというふうに思ってます。こう福島ってやっぱりこうみんなで頑張ろうっていう力がすごいなと思ってて、そういうのを一つの福島で発信していくと、ものすごくこの県は良くなるなというふうに思ってます。県一丸となって、そうですね、はい、頑張っていきたいと思います。